続きましては青森県の猫さんからいただきました。あ、猫さん久しぶりだな。飛鳥先生、愛子様、円盤屋の皆様こんばんは。ゴールデンウィーク中のお仕事お疲れ様です。はい、ということでありがとうございます。では質問です。今年はケネディ暗殺から50年が経過する年ですね。真相の情報公開まであと25年ありますが、その前に何か公開できる情報はありますか？ぜひお願いします。ありますよ、ありますよ。大きな情報を。しかしですね、今この公開したい内容の本がちょうど学研から出ているんです、はい、あら、ムーブックスから。あ、野川健二さんという方のね、この方は僕とよく仕事したんですよ。あの有名なテレビディレクターで、あの八尾純一さんの後を継いだというか継ぐ価値のあるっていうのかな、実力のある方。まあ今はちょっとお体も若干壊されたのでね、あの現場から少し離れておられますけど、最近、あのケネディ暗殺の謎、ちょっと UFO 絡みでね。だってこの方は先ほど言いましたように八尾純一のある意味で、まあ、後継者ぐらいの力を持ってる方ですからね、はい、この方書くのは UFO と全く無関係じゃないですから、ちょうど今本が出たとこなので。あ、そうなんですか。もし猫さん知りたければぜひこの小川健二さんが書いたこのムーブックス、はい、今売ってますから、それをぜひ読んでいただきたいということなんですが、猫さん、それでもやはり、今日この時点で少し情報を聞きたいですよね。私も聞きたいですね、先生。許せる範囲で教えていただきます。突っ込んできますね。はい、ぜひとも。あの、太宰府で何かいただきました？あ、かもしれません。まあ、ケネディ暗殺が実は、まあ、これだけ言っておきますね。もっと本当にたくさんのデータがなぜこうなるかっていうのは、まあ、本を読んでもらうとより分かりますし、理論武装もできますが、はい、ケネディ暗殺の一つの理由、ケネディは実は暗殺される、あの、もし暗殺されなければですよ、月面で人類と月にいるエイリアン、はい、発表するはずだった。はい、それを発表されては恐ろしいことになるから困ると。だってね、古今東西ね、異文化